空の世界に後天的に発生した歪みを神竜の子たちの存在が補正してはくれてるけど、神竜の子たちだって人格がある以上ただのシステムではいられない。なるべくあの子たちには役目を放棄したりしないでもらいたいとこなんだけど、どうすればいいのかな。我が身の内にあるのはただ純粋な怒りだった。荒れ狂う憤怒の感情に押しつぶされる思考の中で、数百年前の約定、今まさに破られた約定を思う。300年に一度新たな器を作る際に、王家の者の魔力を得る代わりにアルスター島の魔物たちを鎮める。それが共に破空戦争を戦ったアイルスト王家始祖と交わした約定。人の子にとっては利となるはずのそれを、なぜ人の子は破棄しようというのか。300年を目前にして、我が前へ差し向けられた先兵を前にして、確かに疑問は我が身の内にあった。しかし魂を焼き尽くさんばかりの怒りの前に、疑問など今にも吹き飛ぼうとしている。自らの存在の根幹へと彼の約定を取り込んだがゆえに、その否定は我自身の否定に等しい。我が我であること、空の世界を保つ神竜の一柱であることをも、もろともに否定することを人は知らぬ。その無知さえも怒りという名の炎にくべられる焚き火となるばかり。理性の声はあまりに小さい。憤怒の火星そのままに我は声を上げる。おのれ！おのれ！愚かなる人の声を、その槍の一撃、斧が命を持ってあがなるがいい。金髪の人の子、我が核に傷を与えた者へ力の本流を放つ。人の子の身には余る魔力がその体を切り裂き、地へ叩きつけた。まだ息があるか。ならばその命、我が血を受け、我がドラゴニアンとして使い果たすがいい。さあ我に続けドラゴニアンよ。約定を破りし者たち、そのすべて、その槍にて滅ぼすのだ。島の魔物たちを鎮めていた我が力は、島に浸透したそのままに我の怒りを受けて転化していく。我の後にドラゴニアンと化した人の子が、触発された魔物が続き、地鳴りを生みながら王国を踏み荒らす。国を落とし
島を落とし、我が命すらも食い尽くさねば、この怒りは止まらない。神竜との約定とは、神竜を狂わせるとはこういうことなのだ。